はい、今日はですね、私のカバンの中身を皆さんに、急に見てもらおうと思います。やっぱさ、人のカバンの中身って気になりますよね。私も見れるもんならみんなのカバンの中身今見たいくらいなんですよ。私が最近よく使ってるカバンはこちらになります。じゃじゃーん、こちらです。ポレーヌといってレザーアイテムのブランドのカバンになります。サイト見てもらうと分かるんだけど、とにかく色の種類がすごくて可愛くない？このフォルム。このカバンのちょっと丸っぽいんだけども上品さがあるこのサイズ感がすごくお気に入りでよく使ってます。はい、これをかけたらショルダーバッグにもなるよ。ちょっと待って、下さパジャマなのバレたんだけどちょっと待って、ちょっと待って。はい、こんな感じでサイズ感がわかると思うんだけど、結構大きめなの。スタイルに可愛さが入るんでめちゃくちゃお気に入りです。それでは、それではちょっと見せたくないですけど、本当はでもね、言うてね、そんな入ってないんだよね。まあこんなもんだろうみたいな感じです。まず一つ目ね、はい、ハンカチはね、ちゃんと日帰りで書いてます。これは前も紹介してたかな、どっかで。ポール&ジョーンのお気に入りハンカチ、超かわいい。これ黄色です。なんか金色上がりそうみたいなハンカチです。でしょ。次はこれはメガネですね。このメガネは度が入ってるわけではなく、伊達メガネとして買いました。骨格とか顔のタイプとかにも合わせてこのメガネをね、選んでもらいました。黒縁のメガネ使いたいけど似合うものがなくてって感じだったんですけど、フレームに丸みがあるから、そこと私の顔とのマッチ度がいいとのことでした。感動的なメガネだったのでよく持ち歩いてつけてます。次はこれだね、ポテテのヘアクリップ。じゃじゃーん、貝殻みたいな形になってて可愛いです。このね、ポテテっていうブランドもすごく私の好きなブランドの一つで、こうやってねつけるとね超可愛い。ヘアクリップで有名なお店なんですけど、他にもピン留めとか、あとちっちゃいミニクリップとか、ヘアアクセサリーを主に取り扱ってるブランドです。でこれをね、デザインしているアンナさんという方がいるんですけど、その方がすごくかっこよくて、よくインスタライブとかも見ちゃうくらい尊敬してる一人です。みんなも見てみてね。今はやっぱ喉が乾燥するから健康喉飴、あんまりちゃんとパッケージを見たことがなかったんだけど、31種類も素材が入ってるんだね、これね。知らんかった。私は単純に味が好きなので、これをよく買って舐めてます。喉の乾燥が気になる人はね、これコンビニで売ってるんで買ってみてね。あ、これはリップとか入ってるやつだ。これもさっきのポテテのポップアップで買ったらね、これがね、ヘアクリップ1つにつき1個ついてくるの、やばくない？もうそれにびっくりしすぎて、うわ、大切に使おうと思って。何が入ってたかというと、これはペンハリガンのルナっていう香水を買った時に一緒のセットになってついてきたやつなんですよ。ルナボディ&ハンドローションになってます。この香水も持ってるんだけど、最近はこっちのボディローションで、ちょっと香水よりかはマイルドな感じで香りを醸し出したい時にこれをつけてます。あと乾燥も防げるからね。あと入ってたのがティルティルのクッションファンデのブラック。もう普通のサイズよりね、これね一回り小さいんですよ。だから持ち運びにすごく便利で、あとはリップ2本が入ってます。最近持ち歩いてたのがウォン・ジョンヨのリップステッカー03番のカントリーローズ。ピンクなんだけどちょっと赤みが入ってるような色です。はい、つけてみるとこんな感じ。それとディオールのちょっと前にやってた限定デザインのケースに、番号を忘れてしまったんですけど、ピンク色のリップを持ち歩いております。ディオールの色味がこっちで、ウォン・ジョンヨのがこっちですって感じで、これらをこのポーチにまとめて入れてます。超使い勝手がいいこのポーチ。次、お財布。お財布は今ロエベの財布使ってます。縁のカラーがブラウンになってて、表のカラーがベージュです。なんかよく使ってる財布なんですかって聞かれるんだけど、私が使ってた歴代の財布だと、大学1年生くらいの時はお母さんからお下がりでもらったプラダの茶色の財布を使ってて、その後にプラダのここのフロントにね、リボンの模様がついてる水色の財布を買いました。でそれをちょうど2年前くらいまで使ってて、次に使ってるのがこの財布です。
これも何回も紹介してると思う。もうこれ3つ目とかかな。これはシャネルのラクレームマンのハンドクリームです。本当に何回も言うけど香りがめちゃくちゃ良くて大お気に入りです。好きな子とか彼女とかにプレゼント、何あげたらいいか分かんないって迷ってる人は絶対これあげてほしいっていうくらいめっちゃおすすめの卵。はい次、はい次はこのポーチ。はい、目薬で、これがフルコート、傷口とかに塗って治す薬で、水に溶かして飲むタイプの脂肪燃焼するための粉です。っていうのも私は結構歩くのが好きで、その歩く前によくこれを溶かして飲んでおります。あとはお薬とリップ。このリップ面白くてさ、中がね黄色なの。これビタミンで作られてるらしくて、唇にもねビタミン C を塗り込む時代なのかと思って面白くて買いましたけど、めっちゃいいですこれ。次は充電器、モバイルバッテリーはここの使ってます。 iWalk っていう、これ Amazon で買ったんだけど Twitter で大バズりしてて、それで買いました。確かこのサイズ感がすごくいいっていう内容で Twitter がバズってた。こんな感じですごくコンパクトなサイズになってます。だいたいこれは1から 1.5 くらい使えると思います。ここの C タイプでバッテリーを充電して使います。これもすごく買ってよかったなって思ってる商品です。次、これはマルジェラのキーケースです。お花柄でめっちゃ可愛いでしょ。そう、しかもこれねそれぞれここの柄が違うの。きっと同じ生地を使ってるから絶対同じ柄になるっていうのがなくて、他のも何個か見たんですけど、その中で一番これがビビッときた、なんていうの、配置でした。中はいろいろカードとかが入っております。これは割と最近の新入りです。次ラストです。ラストを飾るのはこちら、ゼンハイザーのワイヤレスイヤホンです。モデルが CX プラスチュルーワイヤレスだったかな。私は白のカラーを使ってます。これのすごくいいところがめちゃくちゃ軽い、もうなんか持ってないに等しいぐらい軽くて、それは嘘なんだけど、中はこんな感じ。ノイキャン機能がすごくて、そこがお気に入りで使ってます。電車の中とかさ、人混みが多い時とか、私は結構自分のね空間に入りたい人なんですよ。でこのイヤホンのノイキャン機能本当にすごくて、完全に自分だけの世界って感じで浸れるので、それがよくて使ってます。使ってみてねみんなも。ということで私のカバンの中身以上でした。皆さんのカバンの中身も教えてください。また次の動画を見てね。バイバーイ。